2003年11月7日、その未だかつてなかった試みは開始された。土屋圭一のドライビングシートにはいくつもの CCD カメラが設置された。これにより彼のドライビングテクニックが記録され、その映像が作品の中で具体化される。食べなくていいんだよな、中もうコメントは行ってみたいと思います。コーナーに合わせたギアにこだわりたいですね。4ステージはキレのあるヒール&トゥー、シャープなシフトチェンジ、凄まじいほどのドラテクを見せる土屋。この試みがフォースステージをよりリアルに、よりスピーディーな映像にするであろう。リアルを超えたリアル、プロジェクト D は明らかにまだ見ぬ荒野を走り始めた。リアルを追求する映像と表裏一体ともいえるエンジンや車の挙動音。イニシャル D では今まで監修である土屋圭一によってバトル時限界走行中のノイズを収録。峠の走り屋たちが奏でるサウンドを忠実に再現してきた。さらに今回はストーリーの中で登場する5台の車のノイズも全て収録する。当然車が違えばエンジン、エキゾースト、タイヤのきしむ音、全てが違ってくるのだ。マゼサーキットに86を入れ、6台のマシンのエキゾーストノートがこだました。